とお話したいことがありまして、それはどうやったら好きなことで生きていくかっていうことなんだよね。もし今一つしかできなくて、でも必ず成功するってなったら何をやる？で、多分本当に自分がビビってることが本当に自分がやりたいことなんだよね。自分がやりたいことで誰の問題を解決できるんだ、でどこにそういう人たちがいて、どうやったらその人たちにメッセージを送れるんだ、でその人たちが来たらどういうサービスをどのようなスピード、タイミングで値段はいくらで提供するんだ、そういうことを勉強していくんだ。ました。やっとハイキングに来たんだけど、雨が降ってきちゃってさ、やばいなって感じで、雷も鳴ってて、このままハイキング続けようかなって思ってるんだけど、こいつさ結構引っ張ってたわけよ。で、犬が引っ張ってる時ってこうやって軽くシッシッシッって、これをコアカラーを引っ張ってシッシッって言うと、なんかワンちゃんがね自分を引っ張るのを諦めるんです。こうやって慣れてくると、言葉だけでロープ使わなくてもさ、ワンちゃんが勝手にこうやっていい感じで自分の横に来てくれるんで、アウトドアが大好きでワンちゃんが大好きな人はぜひこのテクニックを使って、結構いいよね。しっかり俺の足の横でロープなしで歩いてくれるようにやってくれたんです。ナイスバディ、グッドボーイ。大自然の中でハイキングしてワンちゃん一緒にいるのはいいよね。勝手に走っていかないのも最高だなと思ってて、おー綺麗。話したいことがありまして、でそれはどうやったら好きなことで生きていくかっていうことなんだよね。で、なんで僕はこうやってワンちゃんのトレーニングとかね、こうやってできるのかっていうと、昔僕はワンちゃんのトレーナーになりたかったんですよ。いい子で、でもライフコーチにもなりたかったんだよね。で、いろんなことをやりたかったんだけど、一つを選んだんですよ。で、もし何をやりたいのかっていうのが分からなかったら、ぜひこの方法を使ってみてください。で、それは、まあ、いくつかやりたいことがある、ね、例えば僕の場合はワンちゃんのトレーナーになりたいっていうのも本当にやりたかったんだけど、ライフコーチっていうのもやりたかったんですよ。で、どっちを選んだらいいのかって分からないとき、本当にね、中途半端で両方やっちゃうっていうのはあんまり良くないんだよね。なぜかというと、簡単に諦めることができるわけよ。まあ、ワンちゃんのトレーニングが難しくなって、あ、これ難しいなってなったら、じゃあ俺ライフコーチに戻るわって言って、で今度ライフコーチやってて、でそれが難しくなったら、じゃあワンちゃんのコーチに、ワンちゃんトレーニングに戻るってなってね。でこれを行ったり来たりすると結構時間の無駄になっちゃうので、一つに絞った方が絶対いいと思います。で、どうやって一つに絞るかっていうんだけど、もしね、一つを趣味としてできるんだったらっていう質問をしてみてください。例えば僕の場合だったら、ワンちゃんトレーニングって正直言って、まあライフコーチできてたら趣味としても OK だなと思ったんだよね。で、もう一ついい質問はね、後でも OK なことは何？ね、もし後でできて、でも一つが今しかできなかったらどっちを選ぶ？じゃあワンちゃんトレーニングって後でもできるから、もし一つしかできなかったら、今一つしかできなかったら僕はライフコーチの方がいいなって選びました。もう一つね、ここがすっごい深いの。もしやったら必ず成功するっていう風になってたら、どっちをやりたい、ね、もし選んだことで絶対成功するっていうギャランティーがついてたら、どっちを選びますかっていう質問なんだよね。で、僕は本当にライフコーチになりたいって思ってて、逆にそれが本当に怖かったんだよね。本当にやりたかったからこそ
怖かった。でも必ず成功するって言うんだったらって思ってライフコーチを選んだんだよ。でここから面白くなるんだけど、ちょっとこのアドバイスが20代の人、20代前半の人と20代後半以上の人に分かれるんだけど、20代あの前半の人はちょっと待ってね、20代後半以上の人たちはね、自分がやりたいことを見つけたらまず上手にならないとダメ。それはお金が最初入ってこないから、お金を貯めようっていう気持ちで自分の時間とかで上手くなるんだよね。例えば僕だったら YouTube の動画作るのとかをお金なしでもう本当に10年ぐらいやってるから、こういうのだからある程度はできるようになってるんだよ。でそれの才能の組み合わせっていうのもあるんだけど、まずそのやりたいことを部分的でもいいから上手くならないといけない。で次はいや、その自分がやりたいことでうまくいっている人に会いに行くことなんですよ、ね、実際にその人にうまくやって自分がやりたいことをやってる人に会いに行って話すの、どうやればいいですかって聞いてみるので、普通の場合だったら教えてくれるんだよね。でなぜこれが大切かっていうと、自分がやりたいことをやろうとすると絶対周りの人はそんな無茶なことはアホだって言うんだよ。絶対特に親とかで、中には恋人とかも気をつけないといけないんだよね。あとあの夫婦関係のところもたまに出てくると思うんだけど、あの自分の仲いい人とか、ね、仕事の周りの人とかやったことがない人はそれはできないって、お前にはできないよとかそういうの言ってくるわけよ。それを聞いちゃダメなんだよ。でちょっとそこはまあクレイジーになるっていうか、とりあえずやってる人に話しに行ってその人に聞くわけよ。どうやったんですか、どうやるんですか。で20代後半の人たちはビジネスモデルもコピーする、モデリングするっていうのがすごい大切なんですよ。で本当にお金の面で収入を得たいんだったらビジネスモデルをモデリングしないといけないっていうのは必ずあるんですよ。なのでやりたいことで上手くなってね、で今度それでやってる人に会いに行って教えてもらう、ね、その人を勉強する、その人たちを、ね、その人たちのウェブサイトを見る、その人たちのやり方、営業のやり方、マーケティングのやり方、どういう契約を結んでいるのか、どういうふうなサービスを提供してどういうスピードで出しているのかって、ビジネスマインドを使ってその人がやってるビジネス、会社をよく勉強してそれをモデリングしていくっていうのが20代後半のコツなんです。で20代前半の人は多分普通の場合だったらあまり会社とかビジネスの経験がない方だと思うんだよね。僕も全くなかったから。で20代の前半の時に一番大切なのはね、自分がやりたいことをやっている人たちに会いに行くことなんですよ。でどうやってやるのかっていうのはまだあんまり考えなくてもいいけど、そういう生き方で生きている人たちと仲良くなっている、仲良くなっていく、そういう人たちをメンターとして入れる、 できればそういう人たちのところで働かせてもらう、ね、でもし、ね、ライフコーチになりたいっていう人が、ね、僕のところに来てインターンさせてくださいって言ったら僕は喜んで教えるよ、喜んで手伝うよ。でいろんな多分考えたこともないマーケティングとかビジネスの方法とかウェブサイトのこととか、ね、話し方とか教えるんだよ、ね、だから20代前半の人は、ね、特に周りの人はそんなの無理だよって絶対言ってくるから、それは気をつけてね。もしそれが誰かが周りの人がそんなのお前には無理だって言ったら、あなたは成功の道に進んでいるっていう証拠です、うん、みんながそれできるよできるよって言ったら、ね、そんな甘い世の中じゃないから、必ず反対してくれる人が出てくるから。でこういう考え方はビジネスオーナー、経営者とかはよくわかるんだけど、ちょっとあの、まあ、言い方は、ね、悪いかもしれないけど、ずっとサラリーマンの世界で会社からお金が入ってくる、ね、長い時間働いた分だけお金をもらうっていう考え方しか、そういう環境でしか勉強してない人たちには、あのなんていうのかな、ちょっと考え方が違うんだよね。経営者としてあのお金はどこから来るのか、ね、問題を解決することが来る。じゃあ自分がやりたいことで誰の問題を解決できるんだ、
でどこにそういう人たちがいて、どうやったらその人たちにメッセージを送れるんだ、でその人たちが来たらどういうサービスをどのようなスピードタイミングで値段はいくらで提供するんだ、そういうことを勉強していくんだよ。 All right。 だから本当にもう自分がやりたいこと何なのかっていうことは、ね、もし今一つしかできなくて、でも必ず成功するってなったら何をやる、で多分本当に自分がビビってることが本当に自分がやりたいことなんだよね。で本当にこういう考えでやっていくとうまくいくんだよ。でポイントは焦らない、ね、千里の旅は一歩で始まるから、その一歩ずつ旅を楽しみながらやっていこうよ。でやっている間はネガティブなこととかが来たら、それをできるだけポジティブに変えて前向きに来て、で人とか、まあ、動物とかいうワンちゃんとかにもね、で人を愛していく、嫌なやつがいてもその人を、まあ、この人は多分辛い環境にいるんだなって、ね、同感してあげて、でその人も尊敬してあげて、その人も愛してあげて、でそういう感じで毎日を生きていくと自分のやりたいことをもっと近づいていけるし、本当にね、本当にうまくいくんですよ、本当に。ね、だから周りの人はそんなの無理だよって言ってるかもしれないけど、その人がやってなかったらその人のアドバイスあんまり真剣に聞かない方がいいよ。逆に自分がやりたいことをやっててうまくいっている人のアドバイスを真剣に聞いた方がいいと思います、ね、頭のメンタルコントロールを頑張ってポジティブで人を愛して、ね、この生きてる人生を楽しみながら人生生きていきましょう。 All right。 ごめんなさい、またビデオが長くなっちゃったね。でいつも LINE のメッセージ本当にありがとうございます。でちょっとあの LINE の登録者が今1000人か1300人ぐらいになっちゃって、ちょっとあの本当に全員に今お答えできないんですけれども、あのちょっと LINE でビデオをあのプライベートメッセージで送ったりして、ちょこちょこあのできるだけお答えさせていただきます。いただいています。All right, thank you so much。で、チャンネル登録してくれた方、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。こういう感じでポジティブで、みんなで幸せな人生で楽しくね、仕事って楽しくやっていいから、楽しくやっていきましょう。ね、All right, thank you guys。All right, じゃあね、またね、ありがとう。